どうもバーンです。いやいやいや、参りました参りました、常用芝刈り機なんですけど、またしてもねぶっ壊れました。ぶっ壊れたって言ってもね、部品が脱落してね、自走できなくなったっていうだけなんですけどもね、どの部品が落ちたのかというと、これエンジンですよね。エンジンプーリーっていうのはここにあって、でこれがくるくる回って、で後輪にね、ベルトで動力を伝えてるんですけども、これがですね、ここの下に、止めてるネジがね脱落してね、このプーリーがフリーになっちゃったんですよ。もうちょっと上に行くはず。今これフリーになってるんですよね。あれ固まっとんぞ。大丈夫か、固まっとれないか、なんでや。もうちょっとこれ上に行かんとあかんんですよ。まあこっからか。でここに止めてるネジが6/16やったかな、7/16やったかなのインチサイズのボルトで、ホームセンター行ったんですけどね、売ってないと。非常に、まあ日本国内のインチの販売ネジではね、なかなか売ってないネジでした。でしょうがないんでネットで注文したんですけど、1本ねなかなか手に入らないネジでね、1本1300円ぐらいしましたね。で、ネジのピッチもわからなかったんで、とりあえず U なんちゃらっていう企画と、もう一つの企画両方注文して、で、送料込みで2800円ほどかかったんですよ。ネジ1個脱落して2800円ですよ。まあいった、まあ、多分とりあえずこれでネジをつけたら治るだけだと思うんですけども、注意すべきはですね、それでもしばらくは走れてたんですよ。でもなんかね、この音が違うなと思ってたんです。なんか違うなっていう音を感じていたにもかかわらず、しばらく走行してしまっていたんですね。なのでこの辺とかすり減ってますでしょ。多分ガンガンここに当たったんだと思いますわ。なので、教訓、いつもと違う音がしたらどっか、ネジが外れたり故障していないかを疑えということですね。まあ、とりあえず、ネジが到着するまでもう数日かかるんで、今問題なのはですね、仮残しがあるということなんですよ。だからこうぐる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 回っていって、で真ん中が枯れてないんでミステリーサークルみたいになってしまってるんですね。これは大問題ですね。まあとりあえず、台風が来てるんで、仮残しのやつはふわっとどっか行ってくれるとは思うんですけどもね。まあ、それに加えてですね、今日はですね別の作業も必要なんですよ。この、ブレードハウスハウジングですね、これの留め金をですね針金で代用して、 R ピンの代用を針金でやったんですけども、ちゃんとホームセンターで R ピン買ってきました。でこれでね、しっかり留めていこうと思います。それでは作業していきます。その前にちょっとこれちょっとなんとかしなきゃ。よし、動いた。ここがね元の位置なんですよ。なので大丈夫ね、ここでしっかりと止める必要があるということですね。はい、とりあえずこれはこれでいいとして、ブレードハウスの R ピンちゃんと止めていきます。こっちの方だ。じゃあこっちにもあったな、こっちにもあって、ああこれだ、これしょぼいですよね。これなんとかしていきましょう。
はい、います。こんな感じで RP ちゃんとしたやつに変えました。針金じゃね、いつ切れてもおかしくないですよね。これもでも消耗品なんで1年に1回ぐらい変えた方がいいですね。結構ここね、力がかかるところだと思いますんでね。よっしゃ、あとはネジの到着を待てばいいだけかな。それからね、最近このブレードのプーリーのカバーですね、これも外してます。これがね、今まで結構ねメンテナンスのネックになったんですよ。外すのが大変なんですよ。ここど3箇所ね、じゃあ2箇所あのネジで止めてあるだけなんですけども、このベルトが外れるたびにですね、分解しないといけなくてですね、もう十分これなく、このカバーなくても運用できるということが分かりましたんで、もうこれでしばらくいっときます。あとは課題としてあるのがね、ここがね破断してるんですよ。でここね、溶接せんとあかんですけれどもね、なんかとりあえず応急処置でこんな風にして、自転車のと部材を使って、応急修理はしてるんですけども、またなんかここが外れとんな、ここがまたぐらついてきたんで、ちょっとなんとかしないとなといったところですね。ここもちょっと今やっちまいましょう。応急修理の応急修理ですね。ですね、ここちょっとねもう作業性が悪いんで、ここのフレームねぐにゃってちょっともう曲げようと思います。ありがとうございます。ここの10ミリのナットが、噛まなかったんですけど、これで無事ね、噛むようになりましたね。よし、これでギュッてできる。よし、これで、ちょっとはマシになりましたね。よし。ほんまはね、ここ溶接したですね、ここね、もう金属疲労で破断してるんですよね。まあ、とりあえずこれでいいや。向こうもねちょっと破断しかかってるんですよね。もう割れる前にこういうステを作っておいた方がいいかもしれないですね。ここの R ピンはどうやろうな。もう R ピンは取れかかっとんね。これもちょっと交換しておきましょう。OK ですね。他は特に大丈夫かな。ちょっとブロワーで、草を落としておいた方がいいかもしれないですけどね。はい、本日のメンテナンス以上です。とはいえ他にもおかしなところあるぞ。なんやこれ昔ちょっと変な修理しておりますねこれねインチのねネジがねなかなかねストックでないんで、ネジ外れたらちょっとこんな風にしておかしなことやってやるとかねいうところもありますけど、まあなんとかいってます。あとは、エンジンプーリーのネジが到着次第、残りの草刈りできるはずです。ではでは。